稲殿、ご存知だろうか。最近無類の宴好きが宴という宴に出没し、場を盛り上げるという噂を。それはけしからぬ輩がいるものですね。こうしてウキン様と二人、宴の空気を厳に戒めるべく日々努力しているというのに。まったくだ。ありとあらゆる宴に目を光らせ、場の空気を固くしてきたという。どうしましたウキン様。今何かが引っかかったのだが。無類の宴好きに心当たりが。いや、そんなバカな。だがありえるかもしれん。ウキン様、お気を確かに。今恐ろしい仮説に行き当たった。その無類の宴好き、それは。まさか。そう、そのまさかだ。やってしまいましたね。雪村殿、共に過ごし私は確信しました。やはりあなたは英雄に間違いありません。お聞かせいただいた戦の経験談の数々、大変胸が熱くなりました。そして目の前で戦う様のなんと凛々しく頼もしいことか。あなたと出会えた幸運に心から感謝します。ありがたくももったいないお言葉です。ご期待を裏切らずに済んだことは嬉しいですが、私はそれほど大したものの筆はありません。むしろ素晴らしい英雄なのは文王殿の方ではないでしょうか。私は、そのようなことは。あなたの磨き抜かれた武技、そしてどんな敵にもひるまぬ胆力、それが皆にどれほどの勇気を与えているか。文王殿のような英雄と出会えたこと、この雪村、心から嬉しく思います。雪村殿。友として、背を預けられる仲間として、これからも共に戦わせてください。もちろんです。こちらこそどうかよろしくお願いいたします。雪村殿。長雲殿の背を追いここまで来ました。ですがどうしても追いつける気がしない。私に何が足りないのでしょうか。なぜ足りないと。え、文王殿は私ではない。歩む道も同じではないのだ。違う道を全力で進もうと、そこにいるのはあなたではない、そういうことですか。その通りだ。文王殿の目指す小生は己の理想とする唯一のものなのだから。長雲殿、やはりあなたは私の英雄です。幼き日に伝え聞いたあの己が道、まっすぐに進みます。そしていつか私の話を伝え聞いた幼子が同じように胸躍らせることを願います。なあ、その息で行くといい。だが困った時は呼んでくれ。その時は超支流参る。ありがとうございます。闘志をたぎらせ、いざ文事件参る。孫作、あんたの戦どっか変わってんだよ。そうか。んなこと言われてもいまいちピンとこねえぜ。なんて言うんだ、こう外向きっつうか、獲物を相手にぶつけるだけじゃねえ。あんた自身がぶつかりに行ってるって感じがよ。そりゃ当たり前じゃねえのか。自分をぶつけなきゃ相手に自分が伝わらねえだろう。そこだ、
あんたに負けた奴は孫作って男に負けたって顔をする。普通そうじゃねえ。未熟だったとか無念だとかそんなんだ。俺もきっと倒れる時はそうだ。なるほどな。お前は戦でお前自身を突き詰めようとしてんだな。俺は自分が強いってことを相手に示して、それが俺にとっての戦だ。へえ、俺とお前似てるようで結構違うんだな。どっちがいい悪いって話じゃねえ。ただ面白えなと思っただけだ。そういう強さってのもあるのかってな。だな。そんなことでもお互いのことが見えてくる。これだから戦はやめられねえぜ。だな。これからもあんたとならいい戦ができそうだぜ。やあ、長生様どすな。前の名手やて伺ってます。名手など私にはもったいのうございます。お国様こそ日の本一の舞手と名高いとか。皆さんエロ褒めすぎどすわ。歴史にその名を響かす朝鮮様にはかないまへん。いえ、お国様の舞は日の本一の名にふさわしく、さんさんと輝く太陽の下、大輪の花のごとく咲く明るい舞。それに引き換え私の舞は陰謀の闇に咲く暗き舞。比べ物にもなりません。影がさして艶やかなこと、その繊細な感受性が舞に艶を増してるんよ。そない思いましたえ。そう言っていただけると救われる思いです。いつかこの舞で願いを叶えられるという希望が持てましたから。ねえ朝鮮さん、あなたの舞ってしなやかでとても綺麗ね。ありがとうございます。ですが本当に美しくて素晴らしいのは三蔵様の舞の方かと。舞に上下なんてないと思うけど、どうしてそう思ったの？そうですね、三蔵様にとって舞とはどんなものでしょう？みんなを楽しませるためのものかな。それに舞ってると自分も楽しくなっちゃう。素敵ですね。三蔵様の舞は人を元気づけるもの。私もそうあれればよかったのですが。朝鮮さん、よし、それじゃあ私の舞を見てもらおうかな。朝鮮さんを元気づけられるように頑張るから。三蔵様、ありがとうございます。喜んで拝見させていただきますね。